を始めたいと思います。で、石破先生のお話の前にちょっと軽くうちの団体の説明をさせてください。うちの団体は命を守るシェルター協会といいまして、石破先生が顧問になってくださっておりまして、いつもお世話になりありがとうございます。うちの団体はですね、去年の2月にウクライナ戦争を開始ともに始めました。なぜかと言いますと、日本のシェルターの普及率は極めて低いことが、調査されております。で、こちらは日本核シェルター協会さんからのデータでございますが、現在調査中のことですが、なんと 0.02% しか普及をしていない、非常に、備えられていないような状態なんですよね。石破先生は日本にシェルターが普及が必要であるってことを20年前からも訴えていらっしゃいますが、なぜかですね、今の政権はアメリカから武器はたくさん買ってくれるんですけど、シェルターに関してはまだまだ遅れている。国民を本当に守ってくれるのかなというところで非常に不安に思いまして、この団体を去年の2月に私は言い出しっぺなんですが、私よりずっと優秀な建設会社の方、シェルター関連の社長さんなどがどんどん協力してくださると、ありがたいことにですね、おっしゃっていただけまして、はい、どんどんありがたくも復旧広まってきております。はい、これがですね、現在の内閣官房の資料ですが、有事の際 G アラートが鳴ったらどうすればいいのかというふうに書いております。近くの建物の中か地下に避難というものはいいんですが、なんと放射線からの防御に関して口と鼻をハンカチで覆いましょうというふうに書いております。でも科学的な見解から常識的に考えますと、口と鼻をハンカチで覆っても放射線、あるいは細菌兵器、それやサリンだと、他にもいろいろ危険な物質がねありますが、 CBRN っていう言葉がありまして、 C がケミカル化学兵器ですね、 B がバクテリア細菌兵器ですね、 R が放射能ですね、で N がヌクレア核兵器ですね。 CBRN からハンカチから防御はできるはずがないですよね。で、この文章を見て私は全くシェルター関連の知識はそれまでになかったんですが、すごく一国民として危険を感じました。それで、シェルターを普及しようっていうですね、意思のもとに、いろんな人がありがたくも集まってくださって、そして去年の6月に石破先生が顧問になってくださいました。ありがとうございます。次のページで、こちらが世界における核兵器のデータですね。米国は2185発持っていますが、それ以上に最も多くの核兵器を持っているのがロシアになりますね。6500発も持っております。で、最近なんか中国脅威論が多いんですけど、ただ中国はじゃあ290発ですね、実はロシアが最も多くの核兵器を持っていて、サハリンボンバっていう水爆も持っておりますし、現在のウクライナ戦争のことを考えてもちょっと危ない国だなというふうに感じております。はい、で今後シェルターがいつどのように普及していくかということがまだちょっともう理解できていなく、政府も具体的な方針を示してくれていないと認識しておりますので、今日石破先生にいろいろお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではこれよりですね、石破先生のいろんな質問をしていきたいと思いますが、まず石破先生、今後のシェルター、今の岸田政権はどのように考えているんでしょうか。安保法案に関する、安保防衛三文書に関してですね、去年12月に改ざんされましたが、そこにシェルターを普及しようという具体的な規定などは設けられていないですよね。はい、石破先生いかがでしょうか。2週間ぐらい前の日経だけでしたけどね、一面に政府シェルター整備検討へって記事が出て、あとの新聞は何も売ってないですよね。で、私8年か9年ぶりになるのかな、来週の水曜日に珍しく国会質問っていうのが当たりまして、相手岸田さん相手に30分だけ質問するんですけど、そこで今の話を聞きます。同じこと、はい、本当にやるのっていう話はね。で、安保三文書って鳴り物入りで出たんだけども、シェルターって言葉も入ってきた。ただ国民保護っていう言葉だけは入ったんですね。
でここにシェルターは含まれるんですか、いつまでにどれだけ整備するんですか、それにどれぐらいのお金がかかりますか、どれぐらいの年月がかかりますかってことだけはきちんと聞きます。どういう答えを岸田さんがそこで言うか。だから今のご質問の答えは来週の水曜日午前9時からでテレビ中継しますから見てください。楽しみですね。それはまた本当にオンタイムな話題だっていうことですよね。去年の10月から一応国会では議論はされてますよね。10月の17日にも、シェルターに関する議論が国会で巻き起こって、岸田さんも必要性は認めてはいるっていうことですよ、言ってる。いりませんとは言わないです、はい、いりませんとは言わない。だけど昔検討士っていうのがあってさ、で岸田さんのことを検討士っていう人がいるんだけど、要は何の答弁でも検討しますで終わるんじゃないのみたいなこと言われています。で私も何度もいろんな大臣をやったけれど、防衛省でも防衛庁でも農林水産省でも内閣でも役所の中の文書を検討する丸っていう文書を絶対に許さない。検討しいついつまでに成案を得るという文書でないとそれはもうやらないに等しいということは言ってきたんですけどね。だからその岸田さんへの質問はまず検討しますって答弁なら受けませんよっていう。ただお前はそれでも自民党かって言われる危険性はあるんだけども、それ野党があんまりダメなんだよね。自民党がちゃんとしなきゃしょうがないよねこの国はっていうことだと思います。で聞きたいのはフィンランドでもノルウェーでもスウェーデンもイスラエルでも韓国でもスイスでもいいんですけど、まずその世界中のシェルターちゃんといつまでに調べるんだってことですよね。でこれは最近の国会の答弁の定番で、それを言うことは手の内を明らかにすることになるのでお答えできませんってよく言うんですよね。もうそんな答弁もいらない。でその例えばソウルなんか行ってみると、地下鉄の入り口はみんなシェルター入り口って書いてあるわけですよね。シンガポールでもそうですよね。どこでもそうだと思います。そんなものは手の内でもなんでもないんだって。一体何箇所あってそこには何が備えられているのか。でこの下のため池山王の駅にしてもですよ、永田町の駅にしても赤坂見附の駅にしてもシェルターですっていう人がいるけれど、それは大きな嘘であって、でシェルターの役割を果たすためにはきちんと水が出て食料が最低限備蓄をされて浄化槽が備えられて、つまり下水道が止まる可能性が高いんだよ。でそうすると浄化槽が設置されてないとトイレが機能しないんですよね。あと医薬品ね、電気が止まってる可能性があるから発電機、それから地下鉄に逃げたとしてホームのコンクリートの上に寝なさいなんて言ったらみんな死ぬからね。簡易ベッドがなければどうにもならないですよね。そして今お話があったようにニュークリアとかケミカルとかバイオとかそういうような攻撃があった時に換気装置がガーガー動いてたらみんな死にますわね。つまり換気装置をコントロールするシステムがないとシェルターにはならないですよね。それがどれだけ整備をされているのか、そんなものを世界中調べてきてくださいって言ったの5年前ですよ。全然やってない。多分やる気がない。でも防衛三文書で岸田さんが安全保障政策の大転換って言いましたよね。トマホーク買いますとか、いろんな防衛予算を倍にしますとか言っていますよね。でその中にシェルターの予算は含まれるんですか。いや、そんなのに予算使ったら飛行機が買えませんとかね、潜水艦買えませんとか言うかもしれない。だとしたらどこの予算削るんですか。そして増税するんですか。それいくらかかりますかって聞かないと議論にならないじゃないですか。それ聞くために国会っていうのはあるんでね。やっぱり国会が国会の役割をちゃんと果たす
そういうことも必要だと思います。つまりもうまず世界の状況を調べるのに半年あれば十分、そのためにいくらかかるかを計算するのも半年もあれば十分で、そして初めて予算を含めて必要な財源が用意されるってことなんで、当たり前のことを当たり前にやろうよってことですけどね。そうですよね。シェルターは国民を守るために必須だという定めている国々が多いですし、スイスは普及率 100%、イスラエル 100% で、北欧の諸国も 80% ぐらい普及していて、逆になぜ今まで日本の国政府はですね、そこに問題意識を持っていなかったのか、それは太平洋戦争の反省何もしてないからじゃないですか多分。で、私明日ね、岐阜に行って1時間ぐらい講演するんですね。で、岐阜の市民講座みたいなもので、さあ300人来るって書いてあるけど、300人来るって書いてあるときは100人だな、来るのもう大体そんなもんなんだが、昭和20年の7月の9日だったと思うけど、岐阜大空襲ってのがあったんですよ。何千人と死んだのね。で、今度は7月24日にすぐ近くの大垣市ってのも同じように空襲ってたんですよ。200人ぐらいしか死んでないのね。なんで岐阜では何千人と死んで、大垣では200人ぐらいしか死ななかったのかという話をしようと思って。でご存知の方いるかどうか知りませんけど、昭和16年に大日本帝国は防空法、空襲を防ぐっていう字を書きますね。防空法って法律を作ったんですよ。でこれがまた読んでみるとすごい法律でね、空襲があったら市民は逃げてはならない、市民は火を消せって書いてある。で、焼夷弾巻かれたらバケツリレーで水をかけて大きと畑で火を消せると、まあ、こういう話ですよ。で、その後こう命令が出て、地下鉄に乗っているものはすぐ地上に出て火を消せと、こう書いてあるわけですよね。で、大勢の人が死んでいくわけです。で、岐阜で空襲があって大勢の人がバケツリレーで火を消そうとして、焼夷弾っていうのをアメリカは撒いたんですよね。爆弾の中にガソリン詰め込んでこれを落とすわけです。それはものすごい燃えますわな、ガソリン撒いて火つけてるわけだから。ガソリンが燃えてる時に火かけて水かけて消えないですよね。大きな畑じゃ消えないですよね。でも逃げたものは絶対に許さんっていう厳罰ですからね。そういう法律だった。大勢の人が死んでいる。で、逃げようとする市民は軍がガガとしてて絶対逃がさなかった。で、岐阜の大空襲で大勢の人が焼け死んでいく、それを監視してたのは大垣にあった陸軍です。で、それを見てた陸軍の兵隊はもし大垣であんなことがあったら市民を逃がそうって言って、命令違反なんだけど市民を逃がした。で、死んだ人はすごく少なかったってことですね。この話知ってる人は岐阜の人でもほとんどいない。私は小泉内閣で防衛庁長官っていうのを2年やって、有事法制、戦争に備えた法律っていう人もいるけど、要はいかにして戦場から市民を守るかっていうことね。そしてその当時では、消防車とか救急車は災害があった時にも赤信号を突っ切るんですよね、パトカー。でも自衛隊の車両は赤信号で全部止まることになってたのね。なぜならば上にくるくる回る赤いランプがついてないしサイレン鳴らさないからね。だけど日本に仮にどっかの国が攻めてきた、相手の国の戦車は赤信号で止まんないっすよ、サイレンも鳴らさないっすよ。そんな時に自衛隊の車両がそんなことやってるどうするって話だよね。だから市民をきちんと避難させる、そして自衛隊の車両が赤信号で止まらなくてもいい、そういう当たり前の法律を作ったんですね。で、その時にいろいろ調べてみると、なんで東京大空襲で一晩で10万人も死んだか、
なんで広島で10万人も死んだか、なんで沖縄で県民の4人の1人が死んだか、アメリカはおかしいなと思って調べたんですよ。でそうすると日本にはそんな時には逃げるなって法律があるってことはアメリカが気がついたのね。日本政府は国民を守る気持ちが全くなかったって書いてあるんですよ。それと一緒なんじゃないですか。今あんまり痛かないけど、日本政府は本当に国民守る気があるのかってことは、市民が怒らないとね、世の中変わらないと私は思います。そうですよね。その防衛三文書に関してもですね、中国脅威論から持ち出したりとか、アメリカの言いなりになってるんじゃないのかなっていう意見もありますし、そして先日岸田政権がですね、NATO と会談をして日本を NATO に加盟させたいんじゃないかなって話も出ていまして、でもそれも賛否両論で、 NATO になって加盟しちゃったらウクライナの目の前でまたロシアの怒りとか返ってしまう可能性もあるし、石破先生がおっしゃった通り、日本は国民を守るつもりがあるのかなって不安になります。そして国民をロシアだったり中国だったりの脅威にさらし、そしてさらす前提でさらす前に絶対必須なシェルターっていうものを作らないなんて本当にひどいなって思います、これはいろんな議論がおっしゃる通りあるんですね。でも日本はアメリカとしか同盟結んでないんですよ。何かあった時にアメリカしか助けに来てくれないのね。でアメリカは自分のためになれば日本を守るけど、自分のためにならなければ守らないかもしれない、ね、日本守ったらニューヨークに核兵器飛んできますってことになったら守ってくれないかもしれない。だからフランスは核兵器持ってるんですよ。フランスはアメリカが核兵器なんか持つなって散々言われたけど、ドゴールって大統領が言ってね、ケネディに対して、じゃああんたはニューヨークがやられてもパリを守ってくれるのかって言ったらケネディは答えられなかった。でフランスは核を持ったわけですよね。じゃあオバマさん、トランプさん、バイデンさんと来てんだけど、アメリカの大統領、そう聞いた総理大臣は誰もいない。で日本を守ってくれるのはアメリカだけなわけ。どの国も守ってくれないの。本当にそれでいいんですかねっていうことは考えなきゃいけないことじゃないですか。私これから韓国の人たちとディスカッションに行かなきゃいけないんだけども、じゃあ日本と韓国の間には同盟ないわけですよ、日本とマレーシアの間に、日本とフィリピンの間にもないわけです。お互い守り合いましょうねっていう方が多い方がより安全じゃないんですかってのが NATO の考え。でもそれは NATO はどっかの国がやられたらお互い守り合いますよっていう、そういう仕掛けになってるわけ、ね、でも日本は日本やられたらアメリカ守ってね、でもアメリカやられても日本何もしないからごめんねっていうのが日米安全保障条約なんですよ。ひどいじゃないか、アメリカ日本守るのに日本アメリカ守ってくれないのかって、いやいや旦那旦那怒らないでください、守りませんけど、どうぞ三沢でも横須賀でも横田でも嘉手納でも日本のどこに基地を置いてもいいですからね、だから怒らないでね、日本アメリカ守んないけどアメリカのために日本どこ使ってもいいからねってのが日米安全保障条約。本当にこれでいいですかって問いかけはしなきゃいけないと私は思います。ここで質疑応答ですね、早めに始めたいんですが、質問がある方なんですけど、一回お願いしたいんですが、はい。日本核シェルター協会の川島です。聞こえます。お世話になります。あ、じゃあすいません、もう生に聞こえます。先ほどの予算の件なんですけれども、はい、確か令和4年度の補正予算で8000万円シェルターの調査費でついていたと思うんですけれども、そのあたりっていうのは調査結果っていつ頃出てくるんですか。まだまとまったという報告を受けていません。あ、そうですか、はい、だから調査費がつきましたと、ね、それでどの国とどの国とどの国に行って何を調べてくるんですかって計画を予算を組んだらちゃんと国会に示せってことです。
それも聞きます。はい、もう一つよろしいですか。今あの国民保護はあの総務省 の, あの消防庁で、国民保護室が確かなんかあったと思うんですけれども、あのこれ普通の他の国は国防省をやってるケースってすごく多いと思うんですよね。あの民間防衛ですので、このあたりっていろいろ省庁の件もあると思うんですけれども、ちょっとご見解をお伺いします。その議論は20年前にしたことあるんですけれども、の結局市民を守るっていうね、有事の時に市民を守る時に軍隊は守らないんですよ。守っちゃいけない。なぜならば敵が攻めてきた時にもう面倒くさいから軍隊って言えばね、それはもう全力を挙げて敵を排除するっていうのがお仕事で、市民も守るし相手も戦うしっていうと2頭もない1頭もいいですね。結局沖縄でそれで部隊は全滅、県民は大勢死ぬってことが起こったわけです。有事には自衛隊は市民を守るということをいたしません。そうするとじゃあ市民を守るのは誰っていうと警察になるんです。じゃあ日頃警察がやってることは誰がやるのっていう、そこ穴が開いちゃって、強いて言えばそれは消防団だろうさという話になって総務庁になる、総務省になってるわけです。でもそれは本当に正しいですかって話なんだけども、防衛省が国民保護の組織を管理するってことになるとどういう議論になるかっていうと、国民に銃を持って戦えというのか、そこへ話が飛んじゃうわけです。民間防衛組織ちゃんと作りましょうね。スイスなんかじゃ当たり前、イスラエルでも当たり前、普通の国で民間防衛組織がない国なんてのがないんです。でも日本でそれをやると市民に銃を持って戦えというのかこのバカ者って話、話がぶっ飛んじゃうわけですね。だからそこは皆さん落ち着いてください。民間防衛っていうのは銃を持って戦えってことじゃありませんよっていうところからご理解いただかなければいけないんですけど、20年前にその議論にチャレンジしてとってもダメだってことになりました。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか。ご質問ある方、はい、途中から、はじめに、あきまして、西川先生、あの日本、日本の借金がすごいあるんですよ。で、あの今年になって、いつもうおじゃんになって、ハイパイぐらいになって、おかしくない状況なんですよ。まあ、防衛費税、これはどう思いますかね、経済面で。ご存知の上の質問かと思いますが、いくら借金しても大丈夫だっていう人がいっぱいいるんですよ。で私ね昔銀行にいたけどね、いくら借金しても大丈夫なんて会社は見たこともないんだよね。で企業と国は何が違うかっていうと、通貨発行権と徴税権、要するにお札をする権利と国民から税金取る権利を持ってるんで、民間企業と一緒にしてもらっちゃ困るよっていう話なんだけど、そこまでは話は分かるんだけど、お札をいくらでもすると何が起こるかっていうと、ハイパーインフレが起こるに決まってるんですよ、このもの、ね、ハイパーインフレが起こる。大インフレっていうのは金を借りてるものは得をして、金を貸してるものは大損するっていうのが言うんだからね。それやっちゃいかんでしょうさ。いくらでも金すべるよっていうことはいくらやってもいいって話になりません。もう一つは国民からいくらでも税金取れますよって話なんだけども、本当にいくら取ってもいいんですかね。それはダメでしょうよ。国民からいくら税金取ってもいいって話にならないし、あきちゃんと今の国の日本の税金の体系っていうのは大企業にものすごく甘くて、中小企業にはものすごくきついです。お金持ちには甘くて、お金がない人には厳しいです。私は消費税は大賛成派です、ね、だって法人税とか所得税っていうのは景気がいいとドーンと入ってくるけど、景気が悪くなるとガタンと落ちるんで、でそういう税収が不安定なものに
医療とか年金とか介護とか任せてたらダメなんですよね。消費税ってのは経営良くても悪くてもちゃんと入ってくるからいいんですけど、残念ながら消費税の弱点は所得の少ない人たちには重いんですよ。逆進性って言うんですけどね、所得の低い人にはものすごく辛くって、所得の多い人は消費税にあんまり影響されないんですね。で、消費税を入れたのは平成元年なんですけど、その時はこんなに所得の差開いてなかったんです。こんなに所得の差が開いちゃうと、さあ消費税どんどん上げましょうねって話にならないんですね。で、そうなってくるとどういう話になるかというと、やっぱり税金を取るときには誰がそれによって利益を受けますかっていうこと。利益を受けた人が税金払うって当たり前の話ですよね。だけどもう一つは、誰が税金払う能力持ってますかってこと。これも合わせてやらなきゃいけないんで、みんなが利益を受けてるから国民みんな防衛費平等に負担しろっていう話にはならないのは、やっぱり三菱重工とかね、川崎重工とかさ、名前挙げたらいけないかもしれないけど、そういう大きな企業で税金を負担する能力を持っているところから多くいただくってことをやらないと、一般国民に消費税 15% って言っちゃうとなかなか厳しいかなっていうことはあります。じゃあそのスウェーデンとかノルウェーとかフィンランドとかデンマークとか、それとか消費税高いんですよね。それでもやれてるじゃないかっていう話になります。で、じゃあ消費税が高くても何に使われてますかってこと。で、さっきのシェルターの調査員もそうだけど、国民は税金が何に使われましたかってことに対してあんまり意識が高いとは思えないっていう、その辺は国民がわからないのをいいことに何に使ってもいいという話にはなりません。ですから私はあの話を戻せば、のいくら借金してもいいという立場には私は立っていないのです。はい、ありがとうございます。では総長石破先生ご実家なので、最後にちょっと他の出演者を交えて写真撮影をして、ここで石破先生お考えになってもいいでしょうか。はいはいはい、あ、じゃあここでいいですね。ここで出演者井口さんと、はい、中島さんと斉藤さんの出演者のみですね。はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。パストリック先生でお願いします。では石破先生に改めて拍手をお願いいたします。ありがとうございます。素晴らしい先生です。はい、自社学者です。はい、先に出演者の自己紹介をですねお願いしたいと思うのですが、まずは井口孝雄さん自己紹介の方をお願いできますでしょうか。すみません、立たせて、いつも立って喋ってるので、自己紹介で簡単にプロフィールをご説明させていただきたいと思います。ですね、私は井筒孝雄と申しますけれども、埼玉県の朝霞駐屯地というところで、今はもう横須賀に31普通科連隊というのは移管してしまったんですが、そこの重迫撃砲中隊というところに所属をしながらレンジャー隊員をしておりました。で、 PKO のですね、ちょっと前なんですけれども、PKO の法律がですね成立したときに、今もそうなんですけれども、戦場で敵が撃ってくるまで武器を使用しちゃいけないとかですね、いわゆる警察比例の原則というんですけれども、自衛隊ができたというのも警察予備隊という前身があるからなんですけれども、いずれにしてもその軍事的な活動のすごく制約を受けていると、そういう中で自衛隊員のですね命とか人権というのは軽んじられるというのを受け入れるわけにはいかないという立場で依願退職をしました。で、その後大学に行って、それからサラリーマンをやったり市会議員をやったり、県議秘書とかですね、参議院衆議院で秘書をやって、政策秘書も2020年まで、やっておりまして、で現在はこうしたですね、特にですけれども戦争のコストとか、戦場から帰ってきた兵士が PTSD で心がぶっ壊れているとかというですね、そういった実情をお伝えしながら、戦争は割に合わないというところと、
それから今日もお話ししますけれども、日本という島国で本当に戦争するということが、まあ、現実的に対応可能なのかどうなのかということについて、まあ、皆さんにもですね、自分事として向き合っていただいて、税金のあのコストの問題ですね、きちんとあの向き合っていただける、まあ、材料をご提供できたらなというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございます。では続きまして、バーグネットインターナショナル株式会社の高島ちゃんの自己紹介をお願いいたします。皆様こんばんは。はじめまして、ワールドネットインターナショナル株式会社の代表の中島博樹と申します。よろしくお願いいたします。今日のですね、最終のところでちょっと私の方からですね、プロダクト製品のご案内をさせていただこうと思っておりますが、私はですね、皆様の前で喋れるような、あの有識者でもなければですね、評論家でもなければ、そんな立派な人間では、決してございません。ただ私がですね、16年前に会社を創業しまして、それから6年後ですから、ちょうど核シェルターを作り始めましてからちょうど11年を迎えました。この11年間の中でですね、日本全国、北海道から沖縄まで、そうですね、700人800人ぐらいの核シェルターのお客様たちとお会いして触れ合った記憶があります。そういった中でですね、皆さんに対して物を作って、核シェルターを作ってですね、納めて作って納めてっていうことを11年間やってきた、ただのまあものづくり屋であります。で、今日はですね、そのものづくりの観点からですね、お客様たちが、日本全国の皆さんがどんなものを求めていらっしゃるのか、中島さん、もうちょっとこういったものを作った方がいいよ、まあまあ金があるから買わないわけじゃないけど、こういったものを作ってもらえるとちょっと金もったねえな、皆さんおっしゃいました。という中でですね、私もせっかくものを作ってゼロから作らせていただく中で、じゃあ皆さんがこんなこと言ってるからこういう商品の方がいいな、家の中に入れて秘密裏に隠したいんだよね、近所にいろいろ噂されて嫌なんだよね、いやせっかく庭が広いから庭に置いてもらいたいんだよね、湿度が高い国だから地下に埋めるの嫌なんだよね、でも防爆どうすんのよ、爆風どうすんのよ、やっぱり地下に埋めてくれよ、いろんなお客様がいらっしゃいます。やっぱり私はあの飽きんど商売人ですから、皆さんが少しでも気に入ってもらえる商品、これじゃなかったら金出す気になれないなっていうようなものをですね、私は売って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 何十年ですので、いいものを作って皆さんがこういうものを作れよということで、顧客満足っていうんでしょうかね、満足できるものを作って11年という中でですね、最後の最後に、大変皆さんには恐縮ですが、あの製品のに関してのプロダクトのご案内をですね、後でちょっとさせていただこうかなと思っております。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。では続きまして、斉藤さん、自己紹介をお願いできますでしょうか。エナジーファンズ株式会社代表の斉藤さんです。はい、斉藤学一と言います。学校の学に数字の1、クラス1にもなったことない日本一の名前かけなんですが私はあの土木屋でして、もともとは、ね、違う学科ですけど、作業員から始めて土木の会社を持ち、測量の会社を並列で持って、いろいろ見てきました。その中で、次男坊ね、全盲全聾の子供を授かったことによって、未来に向けて何かをやれと言われたような気がして、未来を整えるということをテーマにいろいろとやっております。まあ、その中でユリアさんに誘われましてね、この会に入りました。土木屋の観点からいろいろとお話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では最初にですね、井口隆夫さんから、現在の日本の防衛問題に関して、元自衛隊レンジャー隊員の立場である井口さんからのプレゼンをお願いしたと思います。井口さん、よろしくお願いいたします。日本の防衛政策では、先ほど石破先生もおっしゃっていましたが、
シェルターも 0.02% なんですかね、日本核シェルター協会さんのデータからすると、シェルターも足りないですし、そしてアメリカからの対応武器ばかり購入して、高額に、倍高に攻撃を託されていて、一体この国は本当に国民を守る意思があるのか、さらさら疑問に感じておりますので、井口さん、よろしくお願いいたします。ちょっと前、これは落としてください。ただいまご紹介いただきましたマイクでしたです。井筒と申します。時間がですね、10分と限られておりますので、早速本題に入らせていただきたいと思います。で私の自己紹介も今申し上げましたので、でまあ、どんな防衛政策の課題と、まあ、脆弱なリアルということでですね、日本 の, まず脆弱部分は何かといったら、日本海太平洋の沿岸に原発を57基使えないのも含めて、ガン首揃えて並べていて、これがフランスのようにですね、例えば戦闘機が原発に突っ込んでも大丈夫な防護壁とかをですね、シミュレーションして、それでまあ建設をしたりだとか、あるいは軍がコミットしてきちんと原発を守る、フランス軍もほぼ一緒の56基の原発を抱えているんですけれども、まあ、そうしたことが全くなされていないというのが日本の実情でして、機動隊がまあ今主体的に頑張ってはいただいているんですが、それで本当にテロも含めて、あるいは今回のウクライナ戦争も含めてですね、いわゆる有事という名の戦争状態になったときに、日本はこれで本当に住民保護とか国民保護とか言っているんですが、できるのかっていう、まあ、そういうことなんですね。でそれはどういうことかと申しますと、この右側見ていただくと分かるんですが、これ2017年北朝鮮とイランがですね、核兵器を、まあ、作ってるっていう疑惑のもと、ミサイルも北朝鮮からバンバン飛んでくるという中で、PAC-3 をどこに配置したかという図なんですけれども、こうもう見ていただいたら一目瞭然なんですが、 PAC-3 全然原発なんてカバーできません。しかも原発守っても反撃できませんから、どこを守るかって言ったら自衛隊の基地あるいは米軍基地っていう話になっちゃうんですよね。じゃあ敵は性善説に立って原発は狙ってくれない、北朝鮮だろうが中国だろうがあるいはロシアだろうが、日本国民のことを考えて原発はやめとこうねっていうふうに配慮してくれるっていうふうに信じてるんですかっていうですね、戦争のリアリティのあるやっぱり議論を今の今国会でも予算委員会でもぜひお願いしたいなと個人的には思っております。ちなみにですけど、これ半径100キロですね、爆発しちゃったよっていうとき、今のこ の, 原発事故も311ってご存知のようにですね、もう別にミサイル使わなくても電力を破壊したらいいとかですね、冷却水の配管をぶっ壊したらいいとかっていうだけで、日本の原発っていうのは簡単にまあ、壊すことができちゃう、破壊することができちゃうということなんですね。でそうした現実に対して、どういう、まあ、警備体制を引くのか、最低でもフランスのようにですね、武装した軍人がですね、きちんと警備をして射殺する決定権まで与えるぐらいのことをすべき、大変重要な問題ではないかなと個人的には思っていますが、まあ、いずれにしても日本のこの PAC-3 のこの範囲も50キロこれだけしか守る範囲がありませんから、とてもじゃないですけれど原発をカバーするような防衛能力を持ち合わせていない。これはイージス艦を増やそうがイージスアシュアを購入しようがそれで解決するという話ではありません。根本的にミサイルの飽和攻撃を受けたら日本の防衛能力あるいは在日米軍と合わせても全くそれを全て迎撃するということは、まあ夢のまた夢というかですね、現実的な話ではないということをやっぱりご承知いただきたいなと。それから自衛隊の隊員構成って、これ本質的な問題なんですけれども、台湾有事とかですね、勇ましく言うのがいいですよ、ミサイル買ってもいいですよ、だけど根本的に誰が真っ先に死ぬのかって言ったら戦場に行く自衛官なんですよ。で自衛官が死んだ時に替えの自衛官どうするんですか、その議論しないとダメですよ。戦争で軍人が死なない戦争はありません。戦争で軍人以上に死ぬのはその地域で暮らす住民なんですよ。これはもう古今東西歴史上のもう事実なんですね。ですから今の南西も南西諸島の自衛隊の増強とか言ってね、抑止力でとかって言うんですけれど、
それは沖縄だけとか南西諸島だけの問題ではないということなんですね。しかも敵基地攻撃能力で相手の司令部も叩くって日本は明言しちゃったわけですから、当然そういう装備をしたりそういう戦略をするんであれば、例えば台湾有事で言えば一番肝になるのはどこか、在日米軍と空自の司令部がある横田基地ですよ。そこを叩けばいいんですよ。 NATO と違いますから、ウクライナと違います。大陸続きじゃないんですよ。一番要になるのは制空権ですよ。その都が海政権っていって海の権利になる、海をどうやってコントロールするかっていう話なんですが、そうした現実の話をしないと。残念ながら横田にしてもそうですけれど、日本の戦闘機なんかで申し上げると青空駐車ですよ。この間の CSIS がなんで日本の戦闘機116機やられるかっていうと、あれは別に空中戦をしてやられるんじゃないんですよ。航空自衛隊の基地、あるいは在日米軍基地のところに戦闘機が青空駐車してるから、そこをミサイルでやったら日本の自衛隊116機破壊することができますよって言われてるんですよ。わかります？戦闘機を敵の攻撃から守るような防御壁、掩体っていうんですけれど、そういうのはずっと持ってないっていうのは日本の現実なんですよ。だからね、これでね、なんか台湾有事だとかいっぱいミサイル買ったとか防衛予算倍増したからなんか強くなったとかっていうのは勘弁してくれ、日本の保守って個人的には思っています。でね、何が言いたいかっていうと、この充足率が9割とかって90何パーセントだとかっていうんですけれど、この下の段ちょっと見づらいんですけれど、この死っていうですね、まあ、将棋で言ったら黒駒です。戦場で死んでもいい人たちです。特会が効く人たち、そういう兵士の数が、自衛官の数が 79.8% しかないんですよ。これだとどうやって戦争するのって話なんですね。で、これ左側、私がいた頃1989年とかっていう頃だとちゃんとピラミッド型になってるわけですよ。司令官とかの方がね少し少なくて、それから小隊長とか中隊長とか小隊長とか班長とかって言って現場で指揮する人たちで、その指揮によって動く人たちっていう、でここの層が、これ平成30年以降こういうグラフを防衛省出さないんですけれども、もうビアダル方式で一番戦争の時に必要な若手の自衛官が全くいなくなっちゃってるっていう、そういう現実なんですよ。皆さん言ってくれます？予備自衛官でも今戦場に行ける仕組みできましたから、もう気合い入れて予備自衛官に登録して、で最後は即応自衛官になって戦場に行きますっていう人はぜひもうお願いしますよ。もう人員不足ですから、これで台湾有事頑張ります戦いますって言っちゃってるんですよ。政治はいいですよ、現場に行かないから。出される自衛官悲劇としか言いようがないんですね。でなんで悲劇かっていうと、もうね、自衛隊って防衛省共済組合っていうですね、ほぼ強制的に入らなきゃいけない保険に入るんですよ。なんでかっていうと、そこには防衛省とか自衛隊の幹部が保険会社に天下りしていて、その天下りの人たちに儲けさせるために防衛省共済組合というのに入るんですが、防衛省が扱ってる保険ですら戦争と天災は適用除外って言って、死んだ時にお金を払わない仕組みになってるんですよ。え、今自衛官って民間の保険も含めて入ってますよ。だけどもう免責条項で、戦争の時は死んでもいくら金かけてても入ってこないんですよ。それで台湾有事頑張れ、自衛隊死ねっていう、保証しろよ、じゃあどう保証するのっていうところが、全く議論が日本の政治には欠落しているということですね。でそれ以外にもこの PKO からずっと、もう90年2年に成立して93年カンボジアに派遣された時から、戦争犯罪のこと全くどういうふうに日本は処罰するんですかっていう規定がありません、ね、なんで規定がないのか、どうします？殺すこともありふるんですよ、海外で、あるいはこれからの台湾有事で。その時に戦争犯罪を起こさない、市民を殺さないでなんとかなるならないっていうものをやってみなきゃわからない。あるいは現場の自衛官が今の兵装ですら強盗レイプに入ったりしてる、もうこれ戦時法で言っても犯罪でアウトなんですよ。そういう時に一般刑法でしか裁く仕組みがなくていいんですかっていう話ですよ。最高指揮官の内閣総理大臣まで、あるいは防衛大臣まで
きちんと責任を追及されることがあるかもしれない。そうしたことに対する法体系を持ち合わせる必要があるんじゃないですか。だってもう安保によってアメリカが攻撃されたら、ね、存立事態危機で日本は自衛隊はアメリカが攻撃されたら日本がされたと思って一緒にアメリカと戦うんですよ。紛争当事国になるんですよ。その時に日本だけ日本の刑法だけで裁く仕組みで通用するわけないじゃないですか。世界と戦うんでしょ、どこ行ってもその覚悟があって防衛を代表するんでしょっていう話ですから、政治はこういうことに逃げずにですね、少なくとも同一並みの軍刑法っていうんですけれども、一般の裁判所なんだけど戦争とか軍事行動を起こした時に処罰されるっていう時には軍刑法っていう一般の刑法と別のですね仕組みできちんと裁く、現場の隊員だけが引き金を引いた隊員だけが処罰をされるっていうことがないようにですね、しっかりと自衛隊の軍隊としてもですね統制を、あるいはその処罰規定っていうのを持つってことが、これは必須です。必須なんです。避けて通れないんですよ。防衛予算倍増したもう戦争するっていうふうに岸田さんバイデンと約束しちゃった、台湾有事になったら昼間に自衛隊行くって言っちゃってる、でも軍事法体系を全く持ち合わせないっていうのは本末転倒な話なんですね。こうしたことをやっぱりきちんと皆さんと共にですね議論していく必要がある。でその大義があるかも含めて徹底的な議論が必要ではないかと思います。それで時間の方はまだ大丈夫ですね。はい、であとですね、まあ、現実的なもう一つのお話としましては、戦争って金がかかるんですよ。コストがいっぱいね。77年前の戦争もまだ遺族年金っていう形で防衛予算じゃないんだけど総務省の恩給費っていう手当から数千億っていうお金がまだ支出されてるんですよ。でこれからまた始まるんですね。で自衛隊の中でコストが安いっていうのはどこかって言ったら18歳から22、3歳まで、勤続年数が少なくて死んでも支障のない人たちにたくさん死んでもらった方が戦費のコストは安いんですよ。でそういうコスト計算もしていかなきゃいけない。わかります？それから虐殺をするんですよ、自衛官っていうのはね。虐殺をして心がぶっ壊れる、ハートクラッシュするんです。アメリカの海兵隊の隊員も含めたですよ、1日の機関兵の自殺率っていうのは大体20人前後、年間8000人死んでるんですよ。世界最強の軍隊の兵士が戦場から帰ってきて、で77年間ビニールハウスに入ってですねレンジャー教育すら行きたくないっていう隊員が圧倒的に多い中で、まともに行って帰ってきて人殺してね、それで平常心でこれまで通りに生活できますとか、できませんよ。その時皆さん社会でちゃんとケアしてあげてください、ね、隣人にそういう人が帰ってきて心がぶっ壊れたりアル中になったりドラッグにはまったりレイプしちゃったりとかっていう社会問題、アメリカでもいっぱい起きてます、殺人事件も含めてね。それも許容するっていうことの覚悟を皆さんもする必要があります。これは自衛官とか軍人だけの問題ではありません、社会問題ですということです。そういう中でじゃあ本当に戦争するぞ、台湾有事だってひとまずにやるんだって言った時に、日本の食料自給率って 37% ですよ。これお米のカロリーベースですけれど、 63% は海外から輸入しないとこの国は1日たりとも1億2000万の日本国民飯を食えません。これで戦争するって言ってるんです。同盟国はアメリカだけです。食料の安全保障どこの国と契約してるんですか、思いません？ここにも書いてますけど海上輸送は 99.7% ですよ。南西諸島を通ってこなかったら飯入ってきませんよ、食料入ってきませんよ、肥料も入ってきませんよ、家畜も死んじゃいますよって話なんですね。どうするんですか。戦闘機は青空駐車して中国からミサイル攻撃を食らって制空権は速攻失って改正権も失ってイージス艦を12隻14隻とかで戦争するって話にならないですよ。中国軍の規模を見たら現実的な対応してくれ、本当に国民の命を守るというんだっていう話なんですね。
少なくとも中国 22% ですよ。でしかも2020年でいうと過去最長、8兆円だったから、日本が中国に依存して儲けてる金がアメリカの 1.6 倍。アメリカ切っても中国切ってダメなんですよ、経済活動で。どうするんですか、中国とアメリカと韓国と台湾と香港、これアメリカ以外全部東シナ海南シナ海通ってこない、通ってくる輸出先ですよ。戦場中に戦争が始まったら輸出できますかね、日本経済金儲けできますかね、マジで考えてくださいよっていうことなんですね。それから輸入、アメリカ、オーストラリア、台湾、韓国、中国はダントツでトップ 25.8%。 どっから来るの、南シナ海東シナ海ですよ。戦争しながら日本経済維持できるんですか。今日の雪でこんな大混乱とか不要な外出控えろって言ってる国ですよ。皆さん、ウクライナのような原発やられちゃう、インフラやられちゃう寒さ上を投資覚悟できちんと乗り越えて、それとも台湾有事のためにやるんだ、アメリカと戦うんだっていう覚悟があるんなら、まず予備自衛官の登録からお願いしますっていう話になります。で最後に石油の備蓄、日本が持ってるのは国と民間、それから産油国、3日分産油国をねプールしてあるんですけども、全部合わせても 7.5 ヶ月分。どうします、これ全部積み込みますか、自衛隊に、台湾有事に。で俺たちはもう経済活動もやんなくていい、オール電化の家は停電まっしぐら、それでもやるんだとかっていうぐらいの心意気をですね、ぜひ台湾有事、防衛増税も含めてやるんであれば、政治家にどうやって考えてるのこういうことっていうことをぜひですね、お尋ねいただいたらいいのかなと。私は少なくともやっぱりどうやって戦争を回避するかっていうことをしないと、この国はもうただただぶれることなくアメリカとともにですね、戦争に突き進むっていう安易な唯一の解決策という手法には、組みできないという立場で、ちょっと時間オーバーしちゃいましたが、はい、終わります。これはちなみに私がレンジャー教育の学生時代の時の、これが私なんですけれども、21歳の時ですけれども、写真でございます。ということで、ご清聴ありがとうございました。佐藤さん、ありがとうございます。ですね、出演者の斉藤さんと中島社長を含めてご意見がある方お願いできますか。斉藤さん、いかがですか。前でお申し上げます。はい、ありがとうございます。なかなかね、知らない話を聞かせていただきました。で、専門外だと思うのでね、ここの答えは誰か持ってる人教えてほしいんですが、日本の場合は原子力発電所は事故は起こさない、起こさないものに関して、準備をしちゃいかんということで、実際に東部の震災があったときに何一つ準備をしていなかったんですね。でそれが実際にあった後、準備をするようになったかなってないか、その辺ってご存知でしょうか。いかがでしょう、伊豆さん。よかった、中島社長と斉藤さん、自衛隊 の観点で申し上げますと、311の福島の原発事故が起きた時っていうのは陸海空の自衛隊 で共通のチャンネルがなくてですね、それぞれ独自チャンネルを使っていて、でそれが311の福島の後にですね、陸海空共通のですね、無線の連絡をするほうれん草の手段に変わっていくとかっていうぐらいが、日本の防衛の実態でですね、今も申し上げましたけれども、本当に戦争するっていうんであれば、やっぱり国会は逃げずに軍事法体系を持つとか、軍事裁判所を持つとか、いわゆるジュネーブ条約ですね、前提となる軍隊という位置づけにして、そして日本が自衛隊が戦争にコミットするっていう最低限の本質的な議論というのをしていく必要があるんだろうと。少なくとも軍事法体系を持たずに、軍事裁判所を持たずにですね、ジュネーブ条約の紛争当事国に組みする軍隊ではない、なんちゃって軍隊というのが軍隊みたいなもどきだから、捕虜になっても大丈夫であるとか、ジュネーブ条約で、ね、きちんと保護されてるんだみたいな
強引な解釈論で、こういうことをですね、まあ、なおざりにする、棚上げにして議論しないというのはよろしくないかなと。やっぱり戦争するときはもう国民の皆さんも全員巻き込まれる話ですから、経済的も含めてですね。でそういった部分でね、しっかり本質的な議論をして、そこに本当に日本が、自衛隊がアメリカとともに台湾有事であろうと、他の紛争地域であろうとですね、コミットするところの大義っていうことがあり得るのかも含めては、是々非々の議論が必要だというふうに思っています。はい、ありがとうございます。高島社長、何かご意見がございますでしょうか。防衛問題ということなので、まあ、ちょっと、ね、分野が違うのかもしれないです、はい、共通している部分も多いとは思いますので、そう、はい、皆さん全員参加ですので、はい、皆さんに伺っていただいても分かりました、はい、じゃあ今の井口さんの自衛隊の立場から見た日本の防衛問題についてご意見がある方、ご質問がある方いらっしゃいますでしょうか。はいはい、はい、アメリカ政治にお詳しい方というふうにお伺いしております。ぜひともお願いいたします。アメリカからやってきたファストリッチさん。ファストリッチさん、はい、はい、いいですか。先ほど非常に厳しくはいろいろそういう安全方面の問題点を指摘してくださって大変ありがたい次第です。おまけに他の問題点についてちょっと意見を加えたいと思いますけれども、特に武器の効果に対する評価、今特に問題になっているのは、私見るにはもういつも歴史を見れば、この間の戦争のために準備するのは習慣になっていて、本当の次の戦争は新しい方法で新しい技術を持ってするほとんどの場合はそうです。最近になって特に新しい武器を開発する場合には厳密に科学的な方式でその効果を評価するではなくて、お金の短期的な収益を考えている企業がお金を儲けるために評価する場合が多いんです。そして政治家とは癒着する場合もあるんですけども、それに関して特に武器、今日本一生懸命購入している武器、あるいは国内で開発する武器をどのふうに厳しく評価すべきなのか、ご意見をぜひ伺いたいと思います。ありがとうございます。一つはですね、例えば今回国会でも議論になってますけど、トマホークミサイルっていうのはですね、2118億円使って、買うんですけれども、何発買うかは手の内を明かせないから答えられないとかって言って、ちゃんと防衛装備庁なんかで出している資料では500発買うんだとかですね、もうわけわかんないことをされてますけれども、トマホークミサイルで申し上げますと、トマホークミサイルを迎撃できる、きちんと発射して敵に命中させるシステムっていうのはアメリカ一国しかありません。つまり日本はトマホークミサイルをアメリカに買わされて、沖縄のカデナも含めた中距離弾道ミサイルを配備見送りってアメリカはするんですけど、なんでかって言ったらアメリカのコストカットができるからです。でアメリカが撃つために日本では撃てないトマホークを2118億円分日本に負担させたりとかっていうことをしているのが日本の防衛戦略の実態というか現状で、これを皆さんどう考えますかっていう話なんです。日本が主体的に主権国家としてミサイルの発射ボタンを押せないミサイルを買うことが日本の防衛戦略上何で必要なんですか。それはアメリカの問題じゃないですか。アメリカのシステムでアメリカが判断しないと撃つことができないっていうミサイルですから、だからそういうところの精査が私は現実問題として必要という。それからもう一つは防衛産業の問題ですけれども、日本国内だけだとやっぱり防衛省しか売り手がないので、それは未来明るくなくてですね、縮小するっていうのは、これも火を見るという明白なことになります。なので今回安保3文書の中でも武器輸出の見直しというのをして、武器輸出をですね、日本も海外でアメリカのように日本のメイドインジャパンの武器を売りさばこうと、その道を開くっていうことをしたのと、それから横浜ゴムとかですね、小松製作所とかいろいろ撤退をしてしまっている防衛企業があるんですけれども、
そういう撤退したようなところ、あるいは撤退しそうなところは国有化してですね、要はあのラインとあの社員は残しておいてね、そこは国がちゃんと国営化、国有化してあんたのところに委託するからね、それでちゃんと金は回すよ。で、まあ、そういうので、まあ、防衛産業を生きながらえさせて、日本経済の起爆薬として、まあ、常に紛争はどこか世界で起こすっていう前提にしながら、まあ、戦争ビジネスで日本も金儲けをするというですね、アメリカのようなまあ経済政策に、まあ、岸田さんは舵を切ったというふうに私は個人的に捉えています。はい、大丈夫、ありがとうございます。他にご質問やご意見ある方、はい、お願いします。10年前にあの定年退職しました、データンです。トマホークに限らず、何も例えばですね、国産と言われている F2 戦闘機、これも含めてですね、SIM、わかりますか、はい、テクニカル式武装ですね、これで暗号がなきゃ飛べないわけですよ。つまり戦争をやるためには、アメリカが軍って言わないとできないっていうのが現実なんですよね。防衛にしろ、攻撃するにしろ。それから、今現在、私、最後は防衛局で向かいましたけど、その頃から始まってるんですけれども、国産の武器に対してのライフサイクルという形で、何らかの、ここまでの値段で、やってしまおうというのも始まっております。また、今までですね、イズスターの64でした。私の頃に64から89に切り替わるとこ。じゃあ分かりますよね。5.56 ミリ、はい、たくさん弾が持てるわけですよ。で、これ実際にアメリカで使ってみると、バカバカバカ落ちちゃって、当たらねえと。しかも、本来 7.62 ミリでやってた輸送量より、はるかに大きな輸送量が必要になってきちゃった。というのが、湾岸戦争あたりで分かったと。それからですね、いろんなことで、経済的な調子をつこうということがあったんですけど、5年ぐらい前からかな、今度は 6.8 ミリになります。これは今まで50発で作ったのも1発で当ててしまうという形ですよね。まあ、ということでいろんなところでですね、努力はしてるんだなというのは、いくらか見てもらいたいと思っています。はい、努力してないとは全く申し上げていないんですが、はい、ただ実態としては武器 の FMS の、 爆買いも含めて、あるいはもうその F35A とか B にしてもそうなんですけれども、まあ、システムも含めて全部バージョンが変わればアメリカに教えてもらわない限りは全く使いようがないというようなですね、まあ、そういうようなことも含めて、やっぱりそのなんていうんでしょうね、自衛隊がまあ、一体化というよりはもうアメリカの、まあ、私から言えばですね、下請けとしてアメリカ軍のコントロールのもとに自衛隊がコマンドとして動かされるというふうな、まあ、立て付けになってしまった今の日本の防衛政策でいいのかどうかというところには大いに私は疑義を感じています。はい、ありがとうございます。大丈夫です。ご意見に対してちょっとまた一つだけね、実を言うと私 F2 戦闘機の、心臓部分であるコンピューターの輸入のだとされました。これ輸入なんですよ。あれ、あの戦闘機は純国産だというふうに言われて、設計まで日本の、平成のゼロ戦というふうに言われてたんですけど、心臓部はアメリカ製です。じゃあすみません、私司会ではないんですが、もうそろそろシェルターの本題のこの後の時間もおっしゃってますので、はい、恐縮です。はい、はい、この辺にしていただければと思います。まあ、でもちょっと一つぐらい、もしどうしても聞きたいことがある方は、はい、わかりました。じゃあこれ最後の質問にいたします。はい、はい、
日本は安全だ、憲法9条があるから安全だっていう状況じゃなくなってきたということを今日改めて分かりました。でも食料安全保障、エネルギー安全保障、全部考えなければいけない。そんなので国会が、国会がって言いますけど、石破さんぐらいちゃんと国のことを考えている方いないなと私は思っているんですが、逆に野党は憲法9条があるから安全だということで、国会国会とのどの政党を応援することが、逆に言えば今の話として一番日本の安全を考えてくれるかということを逆に教えてもらいたいと。国会議員も国会議員はしても中には一生懸命考えている方もいるし、全員考えてないのかは分からないですよ。そこはどういうふうにしたらいいかだけ教えてください。以上です。ありがとうございます。まあ、はい、石破さんはすごく私もやっているなというのは率直に思います。ただ私は自民党支持ではないですということと、それからどこの政党がいいかはやっぱり私が決めるんじゃなくて、皆さん個人で政党をよく選別していただく。国防という観点で言うと、やっぱり全衆議院参議院が立候補の時にこの9条の問題も含めてもらっても結構ですけれども、日本の何でしょうね、安全保障戦略、特に戦争に対してどういう向き合い方をするのかっていうことをやっぱり明確に立ち位置をね、私は出した方がいいと思います。で、少なくともそういうことを言うとなかなか当選前に近づかないっていう遠のいちゃう話になるので、皆さん逃げ腰というか、まあ石破先生はね率直にというか、今回のシェルターのこともまた厳しく自民党員なのにされるんだろうと思いますけれども、なかなかそういうところが見えてこない。それから野党のやっぱり憲法9条ってもう共産党ぐらいしか言ってないんじゃないかなと思うんですが、追及というかですね、やっぱり質疑に対してももう少し本質的な、どの程度自衛官が本当に死んじゃうのとか、どの程度経済的な損失を受けるのとか、あるいは中国と喧嘩するわけですから、当然中国ロシアから経済制裁来ると天然ガスも含めて日本に入ってくるということは、まあ、ほぼなくなるというふうに見たときに、どうやってエネルギー戦略の担保をするのとかですね、もう少し具体的な何て言うんでしょうね、質疑を予算委員会も含めて、あるいは常設のですね、常任委員会も含めてなんですけれども、外務とか防衛でもいいんですが、議論をしっかりしてほしいなと思います。伊豆さん、ありがとうございます。非常に大切で考えていかなければいけない問題だと思います。はい、日本のメディアは一方的な報道しかしないし、まあ、ある程度アメリカだったり広告代理店だったり利権はあるので、そこのメディアはあくまで参考程度にしてですね、自分自身の意見を磨いていくことって、そして自分一人一人で調べていくことってすごく大切だなというふうに思います。では続きまして、斉藤学士さんにですね、ごシェルターに関するお話というかプレゼンをお願いしたいと思います。はい、先ほども自己紹介しました斉藤学士です。土木屋です。で、今ホームページちょっと立ち上げてもらって、ここの会員のところ下ずっと行ってもらって、よろしいでしょうか理事のところですね。まあ、こういうようなものを今普及させようとしていますという中で、まあ、今一番頭にありました名前が命を守るシェルター協会です。もともとは核シェルター核シェルター協会だったんですが、まあ、核というものに対して日本人がかなりネガティブだということが一つと、私そのものがですね、やっぱりシェルターというものは核に限らないなと。で、今ここに代表が深月ゆりやさんです。その2つ下に私が名前があるんですが、この支部開発研究会というのがちょっとリンク貼ってるんで行ってもらってよろしいでしょうか。で、私は土木屋、先ほど何度か言いました。その中で支部って何ですかというと、国交省が進めていますビムスラッシュ支部、ビルディングインフォメーションモデルが建築です。で、支部はコンストラクションインフォメーションモデル、土木です。で、土木建築を生産性を上げて、20% 目標にしてます国交省は。で、簡単に言うとドローンを飛ばして測量とか、そんなようなことの研究を勉強している一般社団の代表を8年間やらせていただいてます。その中で、まあ、今日ですね、シェルターは必要かという題を、代表からいただいているのでね、その観点からちょっとお話ししたいと思います。はい。で、先ほどウィキペディアでちょっと調べてきました。シェルターとはという中に、戦略レベル、これは防空壕だとか核シェルター、まあ、今日の議論は主にここだと思います。
戦術レベル、まあ、塹壕だとかバンカーだとか、これはあの日本は、ね、戦争していませんので、ここは今話してもしょうがない部分かなと。あとはサバイバルの分野、交通分野、福祉分野、これはシェルターという名前ではなく、多分それぞれの分野で雨風をしのぐとかね、DV シェルターだとか、しっかりとやってる分野かなというふうに思います。じゃあ今日議論するのは、戦略レベル、核シェルターの部分とその他をどう考えるかなんですが、核シェルターでいうとですね、この後も中島社長の話だとか、多分この中にも何社かいらっしゃいます、あの核シェルターを取り扱っている会社さんいらっしゃいますけど、その変える方、まあ、あのベンツを変える方みたいな方々に対する仕事をされているんだと思いますね。で、私たち協会としてはそういう人ではなくても、軽自動車も乗りたいよ、自転車でもいいじゃないか、だから例えばマスクだけでも何かだけでももしかしたら有事から守れるんじゃないかということも含めてですね、あの議論しなきゃいけないだろうというふうに思います。で、その中で核についてはですね、先ほど先生がご発表ありましたように、攻めてこなくても日本には、原発があるので、そこをやられちゃうとやっぱり核シェルターって必要ですよね。そういう意味では必要かどうかっていうのは必要だと思います。ただ全員が全員自分の家に核シェルターを持てるかってそんなことは絶対ないのでね、私なんかも家賃払うのは一生懸命でそれどころの話じゃないよということになろうかと思います。じゃあどうするかという中で、コンクリート構造物、地下構造物の中で例えばトンネルだとか、入り口と出口さえ加工すれば、あの核シェルターになる部分というようなものは世の中にいっぱいあります。これらは各県とかね、町とか市とかの首長さんが自分の有権者を守るんだと決めて、そこにある程度お金を使うんだと決めればシェルター化はできるはずなんですね。そういうことも皆さんの中で自分のところの市町の首長さんにやってくださいよというようなことをやることによってね、自分たち個人個人がお金を出さなくてもできるんじゃないかなというふうに思います。もう一点、あの いざ有事があった時もそうですが、私は絶対にこれはそうなきゃいけないなと思っているのが、南海トラフに代表される大きな震災が必ず来ます。これはあの核爆発だとか戦争だとか起きるかというのは政治の力等々で守ることは可能です。だけど、大陸のですね、プレートの沈み込みの跳ね返りの地震というのは100年に1回とか150年に1回とか、これは地球の呼吸ですから絶対に来ます。今年も来なかった、来年も来なかった、再来年も来なかったと言ったら、その分だけエネルギーが高まっているのでね、より大きな地震になる、これは間違いないんですね。で、ホームページちょっと見ていただければ、内閣府がかなり制裁に、あのどのぐらいの被害が出るかって出ています。それが計算されてるのにですよ、現れる流される家に普通に皆さん住んでるんです。もうそれはあの今からでもとっとと山の上に、東京だけですよ、山の手があのいい土地だということでお金が高い、それ以外の市町村は全部海に近い平らなところがあの優遇されています。でもそこって簡単に南海トラフの地震があったらきれいに流される場所なんですね。そこにありがたく皆さん住んでるんです。神社仏閣があるところより上が安全なところです。そういうところにとっとと避難するべきなんですね。でもそんなに山の上には土地がないですから、だからそういうところを優遇して、例えば、重要な工場から優先的に移していくとか、そういうことをやっていかないと、震災が起きたと同時に国は終わってしまうんじゃなかろうか。核爆発がどっかに来たもそこのエリアですよね。でも南海トラフの地震は多分横浜から九州まで相当な範囲で起こり得ます。皆さんもご存知のように東北の震災がありました。
あの東北が復興できたのは東京も大阪も健全だったからなんです。東京も大阪も災害にあったら誰が復興しますか。これ日本の中からは難しいでしょう。じゃあ世界の人たちが、寄ってたかって日本を立て直してくれますか。そんなことは絶対ないです。じゃあ私たちは何をするかということで、題材のシェルターは必要かというのは必要でしょう。なるべく作るべきでしょう。でもそれはそれで守れた場合、その後どうするか。私はあのシェルターを作るにもやっぱり測量があり土木の力で、それが、デジタルツインという言葉を知らない人が多いと思いますけど、今はあの天群データというもので全てものが管理される時代になりました。で、あの人間が乗らない重機でね、施工できるような時代になりました。そういうことを急いで、技術を急いでですね、生産性を上げて、私は今の土木の人数を2倍にしないと、そういう震災から守れないと思ってます。で、今どういう状態にあるかというと、2倍にするどころか、どんどん私ぐらいの年から上の人たちが、体が動かなくなって、どんどん引退していってます。引退していってる人数だけ若者が入ってきていれば、数ペイですよね。全然入ってないです。そうすると仕事の量は、国土強靭化の名のもとに減ってないんですが、やり手が減っている。どんどん減っている。どんどん減っている中で、2倍にしなきゃなんないという需要があるにもかかわらず減っている。じゃあどうしましょうか。ということで私はですね、残りの人生、まず土木の生産性を上げるということに一つ力を入れます。もう一つはその入ってこない土木の作業員、職員を増やしていきます。じゃあどのようにということで、今私の仲間として一緒にやってくれる方が何人かいらっしゃって、そのうちの代表の2人にちょっと立っていただきたいんですが、OZK の尾崎社長、ちょっといいですか。あの尾崎社長と私は今ですね、あの尾崎社長は今会社をですね、山梨でやってるんですけども、元請けさんではなく、ゼネコンさんの一時下請けとして相当その新しい技術を持って今進めています。そこらを私は増やしていこうということを一緒にやっていこうと思ってます。尾崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう一方、山本さん、今ですね、山本さん千葉の稲毛市稲毛区にいらっしゃって、その近くに私は寄り添って引っ越しました。先週何をというと、彼と一緒にですね、建設 DX、 これを増やしていって、さらにそれを誰にやっていただくかというと、障害の方々に、障害を持っている方々に、この世界に入ってきてくれよと。どういうふうにというと、例えば CAD、 これ、体が丈夫な方々でなくてもできますよね。で、さっき言った天群データをレーザースキャナーで撮ると、こういうことも例えばシングルマザーの方だったり、そういう方々だってできるんです。そういう人たちを土木の世界に引きずり込んで、災害に遭った時の復旧に努めていただくことを一人でも増やすというふうにしないと、起きた時には復興復旧はできないんだというふうに思います。まあ、シェルターが必要かというのは命を守る瞬間の話です。でも瞬間はそれで終わるんですが、災害はそれでは終わりません。先週からニュースで出てます、そのトルコのですね、大震災見てもらえば分かりますが、日本にはあんなことは起きません。耐震のしっかりした法律があって、ルールがあって、あんな建物はないです。でもあった国に対して、私たちは自分の国を守れる仕組みが出来上がってたからですよ。南海トラフからでも守れるぐらいの仕組みが出来上がっていたら、世界で何かあった時には日本がすぐ駆けつけてくれるぞと、日本が復興復帰をやってくれるぞと、そういう国になっていたら、日本はこの世界に対する売り物が一つ増えるわけですよね。その、 あの自衛隊という素晴らしい組織、世界の軍隊は戦争して人を殺しに行ってます。日本の自衛隊はそんなことしたことないです。
で自衛隊がですねやれるべきことやってほしいことこれはその震災があったら日本でやってる常に復興復旧をやってくれているそれを世界に向かってやっていただきたいそこを日本の建設業を一緒にやっていきたいそうすると日本という国の売りが一つ増えていろんな流れになっていくんじゃないかなというふうに思います。これがですね、代表に求められたシェルターは必要かという私の答えですけどよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。大変わかりやすいご説明をありがとうございます。はい、では今日ですねシェルター関係の会社さん日本学シェルター協会さん含めにいらっしゃっておりますが今の斉藤さんのご意見そして斉藤さんのご意見と関係なく何かご意見がある方言いたいことがある方どんどん発言いただきたいんですがいかがですかね。ご意見をお伺いしてもよろしいでしょうか。せっかくおっしゃってくださったので大丈夫です。大丈夫ですか。ありがとうございます。他に、はい、シェルター関係の会社の方でどなたかいらっしゃいますでしょうか。どうぞ。はい。災害以降の、農業と植物 の栽培に対してどのふうに考えておられますか。はい。農業ね、米が取れすぎて減産とか。よくわからない日本の政策の中で今、ソーラーシェアリングというような太陽光でね、シェアリングするような方法もありますが私はどっちかというと耕作してない農地これを優先的に太陽光でも何でも使えばいいと思うんですね。結局日本が 食料自給率が少ないエネルギー自給率が少ない食べ物作んなかったらエネルギー作ればいいんですよ。その分だけ輸入する量が減るんだから食べ物作るのと同じ効果があるんじゃないかというふうには思ってまして過度に農地を守るという法律も必要ですけど他の使い道それ住宅にするんではなくてねエネルギーに変えるということも一つの手ではないかなというふうに思いますし個人個人で後継ぎがいない農地がどんどんなくなっていってます。やっぱりこれは株式会社だったり法人化してですね空いてるところを全部使えるようにしていって、やっぱり自分たちの食べ物は自分たちの周りで作るエネルギーもそうですけど地産地消をもっと増やしていくという必要があるだろうとは思います。はい、こんな感じの答え大丈夫でしょうか。他にご意見ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、安全保障関係研究会に答える側の人だったけど斉藤さんやイリアさんと一緒に、命を守るシェルター協会の理事をさせていただいています。浜田博之と申します。よろしくお願いします。ですね、個人で購入できる、ね、シェルターとそれから斉藤さんのお話もありますけど公共施設をシェルター化することと、これ同時並行でですねぜひ進めてほしいなと。で先ほど予算のお話ありましたけどもこれ経済合理性で考えるお話ではないだろうというふうに私は思っています。今は経済合理性を一旦棚上げをしてでも、個人宅で購入をしたいという希望の方には資金援助してですね住宅の資金をつけて個人の宅のシェルターの普及をまず進める。それから公共施設、地下鉄それから商業施設の地下なども入り口出口換気のところにですねバイオテロ対応のあるいは、核物質の、ね、対応のフィルターなどをきちんとつけて、まあ、現在は密閉効果の高くないところもあるんですけれどもきちんとお金かけ直せば、そういったところは割合短期間で、対応は可能なはずなので今は、繰り返しますが、予算制限運を言っている場合ではないまず期間限定で、最優先でこの件についてはやってですね、国民の安心安全をですね、守るということをこうやることがこれはもう自民党だけではなくて、与野党を共に組んでいただいて、国民の命を守るということをまずやっていただきたい。経済合理性はそれが終わった後にですね、きちんと優秀な
有識者の方も日本からいらっしゃいますので、知見を集めて、その後のことはまた考えるということで、一旦、何を優先すべきなのかということを改めて本質的に、考えて、歩みを進める必要があるんだろうなと思っております。あ、じゃあ意見になっちゃった。はい、井口さん、ぜひあの自衛官の立場からこうシェルターに関してお願いできますでしょうか。マイクがすいません。はい、すいません。あ、大丈夫です。あの自衛官と元自衛官というよりも元地方議員の立場からもあのちょっとお聞きしたいんですけれども、このシェルターっていうのはいわゆるその大手が入ってこないと作れないものなのか、それともその地域のですね、あのなんて言うんでしょう、土建屋さんでというか、あの地場産業で頑張っていらっしゃるあの業者さんであのきちんと作れるものなのかということをまずあの教えていただきたいんですけど、これは中島さんがお話しした方がいいですかね。あの、まあ、シェルター販売会社のですね、ガードレットインターナショナル株式会社の中島さんがぜひご回答いただけますでしょうか。はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、あのワールドネットインターナショナル株式会社の中島と申します。よろしくお願いいたします。あの私どもですね、最後に皆様の方にご案内するつもりでおりましたが、先んじてご案内させてください。私も実は10年ほど前からですね、いろんなご家庭に合ういわゆる個人の皆さんに、納品するべく核シェルターなるものを10年前から作っております。で、私どもの会社従業員が20人ちょっとの小さい0歳にもならないような小さい企業ですが、だいたい1ヶ月にそうですね10台年間で120ぐらいの生産能力をあのどうにかあのこぎつけることができるぐらいの製造をしておりますので、可能か不可能か、可能でございます。以上です。伊豆さん、ここ座りますか。はい、はい、あのそうであるならば全国で地方自治体って1718あるんですね。であの財政調整基金っていうんですけれども、あの自治体の貯金が全国の1718合わせて今に約22兆円あるんですよ。なのであのコロナになってもですね、あの地方自治体っていうのはあの貯金をしながら切り崩しをして、まあ、生活支援というかですね、地域住民のためにお金を使わないっていうあのことをしているので、せっかくこの防衛予算倍増とか台湾有事とかっていうことをですね、やっぱプラスに転用するためにはそういうですね地方 の, あの、まあ、自治体が預金している積み立てが全国で22兆あるわけですから、でそういったところからあの地域あの自治体のですねあの予算配分を作っていくとか、あるいは、まあ、あの今もあれですけど石破先生もいらっしゃいましたけど、あの与党にですねもう少しそういう補助金をあの都道府県市町村レベルで出すべきだとかというような声をですね、あの兵庫参加の皆さんも含めてあの声を上げていただいて、地方自治体も国もあのコミットしていくというのが、まあ、シェルターを作っていく上で、まあ、必須かなと。なんでそういうことにこだわりたいかというと、あの辺野古新基地の建設の賛否ではなくて、あれは全然沖縄にお金が落ちないわけですよ。軍事組織なので、大手のゼネコンのいわゆる東京のゼネコンがあの辺野古に入っているお金の7割以上大手の本土の企業が儲けてしまって、沖縄の地方活性化、地方経済を潤すっていうことに直結しないんですね。で全国でこのシェルターは必要なわけですから、シェルターが必要な全国の自治体で地場の産業 の, あの人たちが潤って地方経済のですね地域経済の活性化につなげていくっていうことが、とっても日本経済にとってもこれはプラスに転用されることですから、まあ、そういう仕組みでのやっぱりシェルター の, あの建設っていうのは方向性として目指すべきかなというふうにあの可能性をちょっと感じました。はい、斉藤さん。はい、今の質問に対してですね、ちょっと私なりの考えとしては、あの先ほども言いましたあのトンネルだとかいろんなものがあのシェルター化できるんですね。例えばあの石を取った穴だとか、炭鉱の跡だとか、入り口さえ確保すればそこって
多くの深さ次第で10人にも100人にも1000人にもなるわけです。そういうことを言うとですね、各組長さんが本気になれば、そこの町の人をどれだけ守れるんだという作り込みができるので、個々の家庭に売り込むやっていただくものもシェルターですけど、その自治体が考えればいろんな方法があるだろうというふうに思います。はい、高島さんの方は自治体へ働きかけたりされるんでしょうか。そうですね、公共機関とか自治体いろんなところに今から働きかけていこうかなと思います。はい、はい、もう一点、今のね、金が落ちないという話の中で、私は東北の震災土木屋として除染をしに行きました。で、私は国策として大きな間違いだったと思うのは、除染に全国から若者が来て働いてました。でも何の技術も得ることなく、その時の労賃をもらってまた全国に散っていきました。あの時にですね、集まった若者に土木の技術を作ってつけて、今度の震災に備えるようにしていれば、今土木屋さんが足りないなんてことはならないんですね。それが起きたから集まったんだから、それを次起きた時の備えに準備できてたらよかったのになというふうに思うのと、そういう人たちに大きな金が動きました。でも地元の汚染された人たちはなかなかね、金が落ちなかったり、畑を代々受け継いだ畑を汚されて、作れなくなったり、だからそこらの人たちに全部配ってしまって、除染するもしないもその人たちの自由意志に任せればよかったんじゃないかなと私は今でも思います。はい、ありがとうございます。今の話に関してですね、他に何かご意見、コメントをされたい方はいらっしゃいますか。特にいらっしゃらなければ、中島さんのプレゼンですね。あ、よろしいですか。はい、お願いできますか。はい、承知しました。はい、日中貿易過去最高2020年と言ってしまったんですが、2021年度の間違いでした。訂正いたします。それから8兆円と言いましたが、38兆円の間違いでしたので、改めてお詫びして訂正いたします。2021年の日中の貿易総額の過去最高で約38兆円というのが正解でございます。失礼いたしました。ありがとうございます。ヒグスさんには準備したらもう一つお伺いしたいんですが、元自衛官の立場からして日本にシェルターは足りないとは思います。そして議員と元議員としてですね、そこに対して何か問題意識持ったことあります。香月さんがこういう協会立ち上げますよという、はい、お声掛けをいただくまでは全くシェルターのことは思いも発想もというかですなかったというような実態でして、ただ元自衛官という立場よりはやっぱり本当に戦争とか、そういう起こってほしくないことが現実になったときにですね、どうやってやっぱり国民の命を守るのかという観点で申し上げれば、それはやっぱり自衛隊とか地方自治体、警察、消防とかね、そういうところだけということではなくて、やっぱりシェルターを今のうちからきちんと備えるということは必要だというふうに思っています。そうですよね。現在原発近辺のシェルターはあるというような情報は調査をして聞いております。で、高島社長もご存知だと思うんですけど、はい、原発から都市圏何キロメートル以内で避難施設を作るためには地方自治体から補助金が出ているんですよね。今そうですよね。そういう、地方自治体から出る補助金がですね、こう原発から身を守るためだけではなくて、こう CBRN、あらゆる国民の命、健康状態を危険にさらすものから出るようになればいいですよね。そうですね。やっぱりそうなっていかないと、やはりこの国の国策としてですね、国が動き出さない限り何も始まらないんだなということは石破先生からの先ほどのお話からも感じましたし、それから今日も少しちらちらとお話出ておりますが、イスラエルにも 100%、 スイスにも 100% 核シェルターがあるというお話ですね。これの根本としまして、まず国策ですよね。国が、そのルールを敷いているからこそ速やかに、
国全土に敷かれたということですから、やはりこの国も1にも2にも3にも4にもとにかく国策としてやっていかない限りは、いくら私たちがこう言って熱く語ってもですね、国会でいくら話をしたところで多分、口ばっかりで普及しないんだろうなってことを思いますね。はい、それがやっぱり最終的だと思います。はい、はい、プレゼンの準備大丈夫ですかね。はい、じゃあ今から高島さんのプレゼンですね、お願いできますでしょうか。はい、シェルターに関して多分分かってない方が今日初めてね、シェルター関連の会社の話の方もいらっしゃると思いますので、高島さんが分かりやすく、はい、ご説明をしてくださるかと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、再びので恐縮ですが、ワールドネットの中島と申します。そうですね、皆様せっかく、お疲れのところ皆様いらっしゃっておりますので、座りながらですと皆様のお顔が見れませんのでですね、拝見できませんので、すいません、ちょっとお顔を見ながらですねご案内させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。大丈夫ですか、これですね。はい、皆様ちょっとこちら、ご覧ください。有事に備える3つの選択ということでですね、私どものブランド10年前から、WNI シェルターということでですね、スタートしてございます。1番目、室内型シェルター、2番目、屋外設置型シェルター、3番目、地下型シェルターということでですね、アイテムが、3つに分かれてございます。そもそも皆様ですね、私は実は当時10年前に核シェルターってどんなのって言うと、やっぱり僕地下に埋めるんだなって思っていました。子供の頃からずっと思ってました。いろんな方々にお会いすると、核シェルターあるじゃんって話すると、うん、地下に埋めるやつねっていうふうに皆様、そうですね、この10年間10人のうち9人ぐらいはおっしゃってらっしゃいました。そこでですね、私がこの10年間まあほぼ日本中足が棒になるぐらい、もう途方もないぐらい、歩きました。お宅核シェルター売ってるらしいけど、作ってるらしいけどということでですね、で、一番最初のお客さん、確か10年前東京のお客さんだったというふうに記憶しております。東京の方がですねこんなことをおっしゃってました。核シェルター入れたいと思ってるんだけど、どんなやつある、もちろん地下シェルターありますよ、シェルターって言ったら地下シェルターですからね、どうですか、あんた何言ってんの、地下シェルターなんだって言ったら、うちには庭なんかないのにどうやって地下入れるのよって、これでいきなり怒られましたですね。でちょだったらあんたちょっと私のとこ来てみなさいよって、23区の練馬区かなんかだったと思います。お宅をお伺いしましたら、それはそうでしたね、私本当に恥をかきました、びっくりしました、勉強不足でしたね。お宅にお伺いしましたら、それはそうです、23区の真ん中ですもん、庭なんかありません、あんたここのどこに地下に埋めればいいっていうのよって怒られましたですね。ああそうですね、そうですよね、すいませんすいません、はい、待ってばっかりです。で、ご自宅の中に入りましたときにね、だったらじゃあどうすればいいですかねって言ったら、部屋の中にあんた入れれるような核シェルターないの、半径5キロ10キロ以内に着弾するとは私思ってないから、家の中に入れてくんない、ご近所にもあそこの家はもう核シェルターまで入れてるんだよなんて言われるの嫌だし、日本の皆さんのこう深層心理、そういったところありますよね、なんか人にいろいろなこと言われたり、あの家でも特別なことやってるなんて言われちゃ嫌だなってありますね。そんなことで、あそうかそうか、最初に核シェルターは地下シェルターだけかななんて思ってたところ、いろんな方にお会いしていく中で一発目にまずつまずいたのが、あ核シェルターを地下に埋めれない環境もあるんだなということが分かりました。そしてそのお客様には、家の中にちょっと入れてくれ、部屋に入れてくれということでですね、で部屋に入れるシェルターを私従業員と一生懸命開発しまして作りましてですね、で、ものづくり魂発揮するぞということで、4ヶ月ぐらい経ってから お家の中にですね、お部屋の中に納品させていただいた記憶がございます。一方、他方ですね、いろんな方々がお電話いただいたときに、あらららこんなことも起きるんだなと、家の中にも入れられますよ、それから、地下にも埋められますよ、あんた何言ってんのよと、私んち子供4人もいて家の中なんか入れられるわけないでしょ、まあ、やっぱ怒られましたですね。いや庭どうですか、庭に入れるのいくらかかるのよ、2000万かかります、ふざけてんじゃないわ、私コンビニで週に2日バイトしてんのよ、旦那だって安い給料の中でどうやってるんだよ、そうかそうか2000万じゃまた怒られたかと、やはり2000万じゃ怒られました。
お会いしに行きました。そこでお客様とお話してて、やっぱりじゃあどうしましょう、いや、まあ、庭はなくはないよ、だけど2000万ないからね、でも家の中になんか入れられないよ、じゃあどうする、じゃあお庭に置きましょうかってことになりました。お庭に置くといくら、そうですね、1000万円でちょっとお釣りきますよ、じゃあ庭に置いてちょうだいよってことで、そのお客様も庭に置かせていただいたりですね。あとこんな方がいらっしゃいます。なんかあんたその1000万とか2000万ぐらいするその核シェルターってもうそう恐ろしく高いもの売ってるらしいけど、私3、400万もお金ないわよ。そうしましたら、私がちょっと海外から仕入れるつてがありましたのでですね、筐体、躯体、ごっつい躯体を用意するまでは、行きませんでしたけど、核フィルターですね、核攻撃に、準ずるフィルター、除去するフィルターだけは280万円ぐらいで販売することができましたので、じゃあ私の家の中をとりあえず吸気の穴開けていいし排気の穴開けていいから、この部屋1個核シェルター化してくんないということで、エアコン工事ができる人間がいましたのでね、でエアコン工事のできる人間と一緒に行って4時間から5時間かけて見事にお部屋自体を核シェルター化することに成功しました。というようなところでですね、皆さん、私はまず一番最初に思わされたのは、あ、僕は核シェルターは地下なんだと思っていたのはただの既成概念で、生活者皆さん生活の中で十人十色いろんなパターンがある中で、経済的な問題もある中で、私は地下だよ、私は家の中だよ、私は庭に置いてくれなきゃ無理よ、ダメよといういろんなパターンがある、300万円までしか出せないわよっていうお客さんがいらっしゃるってことに気づきました。そこでですね、私ももう方々をとにかく豆ができるくらい足に、飛び歩くんで、じゃあそんな中から、ご案内先ほどしました室内型のシェルターもとにかく作ってみたり、屋外の庭に置くようなシェルターを作ってみたり、地下に埋めるようなことをしてみたりですね、そんなことをやってまいりまして、10年間の中でですね、まあ振り返りましたら、いろんなものがうちの、いつしか倉庫工場にはですね、核シェルター A、核シェルター B、核シェルター C、核シェルターD というような感じで、ご用意することができるようになったこの10年間でしたので、今日はですね、短い時間ですが、皆様にどんな核シェルターがあって、そして、こういう環境設定の方はこういう核シェルターの方がいいんだな、合うんだなというところをですね、皆さん、じゃあ私んちどうかな、俺んとこどうかなというようなことを皆様もちょっとこう思案しながらですね、せっかくですから聞いていただければいいなと思っております。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、続きまして、そうですね、こちらのページ、シェルターを今からご案内するんですが、皆さん、そもそもですね、ミサイルが、まあ、核ミサイルが着弾、することで、我々がまあどうなるんだというところ、まずここがイロハの意の原点ですね。ここからちょっとスタートさせてください。はい、改めてここを皆さんと一緒に確認していきたいと思います。次のページお願いします。大まかに、2つに分かれますが、実はですね、空気汚染による、被害、それから打撃による被害がありますね。皆さんがご存知な、ウクライナにどんどん着弾しているのは、あれは打撃によるものですよね。はい、そして、左側の空気汚染によるもの、これは皆さんもうご存知ですけれど、もし核弾頭の上にですね、核も搭載されていたらどうなるのかということですね。着弾した時に放射性物質が飛び散ります。生物兵器が飛び散ります。それから化学兵器という場合もあります。生物兵器はこれら、炭疽菌、エボラウイルスですね。化学兵器でしたらサリンですとか VX ガスですね。オウム鏡が17、18年前に巻きましたあれですね。はい、さあここでですね、まずこういった2つのパターンがあるということは、2つの種類の商品用意しても僕はいいななんて思って当時用意した記憶があります。はい、
まあ、この空気汚染によるものと打撃によるもの、これ両方ともですね、まず空気汚染の場合は内部被曝と外部被曝してしまいますよね。はい、で皆さん内部被曝というこの漢字4文字が僕はよく分かんなくて、内部被曝って何なんだろうな、いろいろ私も勉強させてもらいました、調べました。そうしたところ、77年前の広島の原爆の時のに内部被曝した方々ですね、この方々、ほとんど1年以内に9割方お亡くなりになっているっていうのを手記を読みましたですね、怖いですよね、白血病か癌で、ほとんど亡くなってらっしゃるということらしいですね。そういった、まず内部被曝ということが、起きるわけですね。そして、打撃によるもの、これの場合は完全にもう即死ですね。皆様、そうですね、半年ぐらい前でしたっけ、ウクライナのアゾフスターリ製鉄所っていうところが、なんか口が回らないような、アゾフスターリ製鉄所に、が地下奥深く掘っているんで、その中に隠れている方々だけは、ミサイル攻撃にやられなくて、だいぶ生還したっていうことをニュースで聞きましたですね。そんなことがありますので、空気汚染と打撃によるものによっての、被害が2種類あるんだということですね。はい、続きまして、そこで、この2種類をですね、さらに、具体化してみたいと思います。はい、次のそうですね、こちらですね、空気汚染対応プロテクト製品、いよいよちょっとじゃあ、プロダクトの話にちょっと、入ってまいります。そうですね、まずここにありますのは、ちょっとエアコンのような形しております。はい、もう皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですが、これはですね、さっき僕がご案内しました300万ぐらいのお金しか私出せないわよというお客様ですね、お部屋の壁に、エアコンのような形のもの、実はこのエアコンの中に入っているちょうど黄色っぽい丸いやつがありますね、見たことある方いらっしゃると思います。あれが核攻撃に対する防衛するフィルターですね、生物兵器、それから放射性物質、化学兵器を 99.995% 除去できますよ、これを取り付けて、毒々しい外からの空気を、これを返すことによって、皆さんの健康を害すことがなく、生き残れますよ、これをお部屋の中につけて2週間生き延びてくださいねという製品ですね。これが大体まあ300万円もしない商品です。はい、続きこれがそうですね、お部屋、現在の皆さんのお部屋をそのままシェルターができます。吸気の穴を開けて、それから排気の穴を開けます。そしてお部屋を密封するっていうことがちょっとミソになるんですけれど、密封することさえできれば皆さんのお部屋は、たちまち5時間でシェルター化が、完了いたします。ところがですね、お部屋の皆さん、シェルター化するのに密封するという話しましたけれどもですね、あと10分ですね、はい、なので質問と結ぶので、そしたらじゃ あ、分かりました。ごめんなさい、そうしましたらですね、流してちょっといきますね。はい、そしてこれがごめんなさい、家庭に納品するものをご案内しました。これが、大型シェルターですので、これは各いろんな施設ですね、病院、公共施設などにそのまま納品することが可能なモデルになります。はい、次のページお願いします。そうですね、これがですね、ちょっとテレビなんかでもちょっと映していただいたりすることあるんですが、これは、やはり生物兵器、放射性物質、化学兵器、それとですね、300トンという耐震シェルターです。日本国内2000回ぐらい地震で揺れたりしてますので、そういった意味で300トンに耐えられる試験に合格している製品になります。それとプラスアルファでですね、右の一番真ん中のところです、爆風ですね、爆風、着弾地から10キロ、圏ぐらいでしたら、熱線ですとか爆風に耐えられるという、データをですね、広島の原爆、長崎の原爆で私どもは勉強しておりますので、ぴったりじゃないかも分かりませんかが、おおよそ合ってるかなと思います。その皆さん下ご覧ください、鉄板って書いてございますね、12ミリ、24ミリ、36ミリ、50ミリも対応可能、鉄板にもいろいろございますが、50ミリぐらいの厚さですから5センチですね、このぐらいの5センチぐらいの厚さで、この筐体を私ども作ることもできますので、
まあそうですね、爆風でガラスが割れて体中に突き刺さって出血多量でお亡くなりになるなんていうグロテスクなことが、起きてはなりませんので、この中に避難していただくことによって、無傷で生還することが、できます。そういった、防、まあ、爆風ということもできるということですね。はい、続きまして次にですね、打撃破壊対応プロテクト製品ですね。はい、次のページお願いします。これもやはり生物兵器、放射性物質、化学兵器、それから防爆風、これはですね、コンクリート厚が20センチから60センチのものを私どもご用意が可能です。まずみんなお客様にお会いしたときに、どのくらいの距離に着弾することをイメージしてますか、5キロ、6キロ、7キロぐらい比較的近いんじゃない、そうすると分かりました、60センチのコンクリートをご用意いたしますというようなことでご案内します。その他、耐震強度、それから水害、プロテクトですね、台風竜巻の、プロテクト能力もございます。次のページお願いします。いよいよ最後になりますが、今までご案内したものは主に放射性物質がメインでしたけれど、今度はいわゆる打撃に対してですね、やはり打撃に対しましてはもう地下が一番、これは間違いなく言えると思います。はい、今皆さんご覧いただいている、あれ消えちゃってる、ああ、ちょっとなんか崩れてる、左側を見向いていただきますと、これ私11年前に、地下を掘って納品した商品になるんですけれど、これはもう 10年前に作って納品した後はちょっとリニューアルしいたしました。はい、この鉄を中、地下に埋めるというモデルからですね、勉強したり反省したりいろいろな中でですね、コンクリートの要塞を中に設営するようになってまいりました。はい、錆びて10年後にもう一回掘り起こしたり、水が穴が開いて水が漏れてなんていうようなこともなきにしもあらずでしたので、そこからの反省経験からですね、とにかく地下にはコンクリートを埋めようということで、これもやはり20センチから60センチぐらい、先ほどから60センチ60センチという話ございますが、60センチというのは一つのですね、100点に近いセーフティーゾーンというか厚さになります。中性子、ガンマ線、アルファ線、それから熱線、まあ、いろんな、放射性物質ももちろんそうですが、そういったものを完全に遮断するんでしたら、薄いんだったら、鉛を貼りましょう。鉛を貼ると高いから、だったら60センチ厚にすれば、ほぼほぼ 100% 遮断できるよということを私も教わりましたので、そういった商品のご用意も私もやっております。はい、ということですね、最後になります。私どもは、フィルターは海外から仕入れておりますが、まずメイドインジャパンとしてですね、日本製を作り続けて10年かけてまいりました。そして今日のお話は今出ませんでしたので、もし次回機会がございましたらまたお話しさせていただければと思っておりますのは、陽圧速度が私ども1秒で陽圧ができます。そして、ご案内したようにどんな場所にも設置が可能ですよということでですね、また次に、お会いしたときにですね、いろんなお話ができればと思います。ちょっとすいません、雑になってしまったかも分かりませんが、以上で私の方のプレゼンを終わりにさせていただきます。すいません、長くなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今のお話に関して何かご質問はございますかね。製品に関するご質問でも構いません。はい、いかがでしょうか。シェルター関連の会社さんなどもいらっしゃっておりますが、はい、はい、ありがとうございます。ご説明ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、私多分日本ではシェルターを作っている知見ってあんまりなくって、それこそイスラエル製かアメリカ製かそのぐらいじゃねえのかなと思ってました。で、先ほど沖縄とか長崎もそうやって現場を見ましたが、今多分。もっとすごい破壊力のものがあると思います、ね、そういったものに対する知見とか、それを持ち合わせた上で、先ほど60センチでおっしゃってましたけども、その辺のその裏付けとかっていうのは、もし終わりになるのであれば、ちょっとご教示賜りたいと思います。はい。ありがとうございます。そうですね。はい、ありがとうございます。とてもとてもいいご質問いただいたと思います。77年前の、広島に着弾したものが15キロトン、その後に
長崎に22キロトン、そしてつい、今から5年前の2017年ですか、この頃、そして今日までの北朝鮮が打ち込むものが50キロトンですので、そう考えると、あ、なるほどな、77年前の広島よりは 3.5 倍だなと。そうすると私の中での、単純計算ですので、公的なあれじゃありませんけど、広島の原爆が1キロ以内がお亡くなりになったという一つの定義があるんであればですね、かける 3.5 倍で 3.5 キロは、ある程度担保しないと北朝鮮にはちょっと、やばいなという僕の中での仮説は成立しております。そして、ついそうですね、半年前にプーチンがアメリカを脅すために、飛ばしてきたすごいやばいやつ、皆さんご存知だと思います。これですと北朝鮮のさらに3倍の150キロトンって聞いております。さあ、そうなりますと広島の時、15キロトンが1キロ範囲というんでしたら10倍の10キロ圏終わりだなという一つの仮説ですね。私の中での、およそまあまあ正しいんじゃなかろうかという仮説は立てております。はい、どうぞ。なんか皆さん何でもいいですよ、はい、質問じゃないんですけど、今の方の答えで補足しますと、はい、あの日本核シェルター協会のものです。あの60センチというのが、あの日本原子力研究所の方で、2002年にあの出しているデータっていうのがあるんですよね。でこれだと、あの中性子を減らすには普通コンクリートで、あの、2.4 トン、あの流米あたり2.4 トンの普通コンクリートを使って、大体550ミリなんです。で地中に埋めると、あのさらに、なんていうんですかね、影響が減るので、それで減ってくると。で中性子に関しては、あの遠いとか近いとかっていうか、あのそこはあんまり関係ないです。であのもう一つ疑問だったのは、多分あの爆風の件だと思うんですけれども、爆風もあの60センチあれば、基本的には大丈夫です。ただあの背筋の組み方が、あの針みたいにしなくちゃいけないんですよね。で、今中国なんかが持ってるのが1メガ の、あの水爆なんですけれども、これも距離によります。あの、ただ60センチあれば1バールには対応できるはずなので、1バールっていうと、100キロパスカルですから、大体ですね、ちょっとこれ詳細には分からない、空中どこで最適っていうのは大体2500メートルなんですよね。で、そこで爆発した場合は、ね、確かね、10PSI だから、 10PSI じゃない、14.55PSI が、一番なんですけれども、多分ね、あの5キロから1キロ、10キロ離れてれば大丈夫なはずです。ただ地中もどのくらいになるかでだいぶ変わります。土が衝撃するので、ただ深くなると土圧がかかるので、それはそれで大変かと思います。若干関連してよろしいでしょうか。政府がですね、核シェルターに関しての基準なりガイドラインをすでに持って策定済みなのか、これからなのか、またあのこれからであればですね、例えば本日お見えのシェルターメーカーの方々に対してすでに何らかの打診なりヒアリングが行われているのかどうか、もしあの可能な範囲で、教えていただけるとありがたいんですが、いかがでしょうか。多分皆様の方が多分知識人ですので、私物を作るっていう専門ですけど、多分あのそういった情報は皆さんの方が多いんじゃないかと思いますけどね。はい、いかがでしょうか。はい、いかがですかね。あの先ほど発言してくださった、もう一番古くからあるシェルター協会、日本核シェルター協会さんなど、もしよろしければ、ごめんなさい、それはちょっとノーコメントにさせてください。はい、すいません、2年でしょう。なるほど、気にしたんですね。はい、はい、非常に私たちとしては関心のあることではあるんですが、であればなるほど、あるほど、今、まあ、
ナーバスなところというこの手前のね、ちょうどホットになってきましたので、はい、ありました。ありがとうございます。このことですね。ではちょっと時間がですね、残りわずかとなってしまいましたが、あの最後にもう一人ぐらい何かご質問ある方いらっしゃいますか。はい。大丈夫です。はい。部屋の中でもシェルター化できるっていうのをお聞きしたんですけど、部屋の中でも陽圧自体がもう1秒でできるような環境に整えられるんですか。1秒、2秒、3秒、10秒で無理です。何兆にか1分半、2分半で終わったっていう感じです。日本の建築技法が空調、換気、隙間、隙間ですよね。まして今最近全館空調が常識化してますので、あの密封どれだけできるかがもう陽圧速度に比例しますので、まあまあギリギリ汗かけてぜいぜい言いながらやっと陽圧したっていう感じです。お家の中はですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ではシンポジウムの方はですね、そろそろ終了したいと思います。最後に猪島森シェルター協会から一つご案内がございます。あ、はい、当協会はシェルターを普及したいというもとにですね、まあ、いろんな人たちが集うという団体、お仲良しクラブのようなものになります。斉藤さんも理事になってくださっておりまして、で中島さんは特別会員という立ち位置で、まあ、いろんなことをいつも教えていただいておりまして、ありがとうございます。今、まあ、当協会は誰でも、ね、気軽に参加ができます。みんなでシェルターについて考えて、そして仲良くなっていって、でみんなでこう自治体にこれから先ですね、もうメールを送ったり電話をしたりして動いていきたいと思っておりますので、まあ、シェルター協会に会員になりたい方、一緒に活動したい方は私までご連絡いただけましたら幸いです。決して知識人だけじゃなくってですね、もうシェルターを普及したい、こう日本の今の防衛政策に問題点を感じている、こう政府が国民を守っているように思えない、そのような問題意識からでも構いませんので、ぜひ気楽にですね、ご参加いただけましたら幸いです。それでは本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。